ディケーター軍はアメリカ合衆国インディアナ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は25,740人であり、2000年の24,555人から4.8%増加した。軍庁所在地はグリーンズバーク市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ディケーター軍は1822年に設立された。名は 第一次及ぼ第二次バーバリ戦争と米英戦争での英雄的活動で知られる海軍士官スティーブン・ディケーター大将にちなんで名付けられた。ディケーターは1820年に行った決闘で致命傷を負った。近年軍庁所在地でアメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は373.32平方マイルであり、 このうち陸地372.57平方マイル、水域は0.76平方マイルで、水域率は0.20%である。グリーンズバーグの空中写真、北を望む近年、群長所在地である、グリーンズバーグ市の平均気温は1月の下市19度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1985年1月に、 記録された歌詞24度であり、過去最高気温は1954年7月に記録された歌詞105度である。月間降水量は2月の2.42インチから5月の5.03インチまで変化している。軍政府は憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって特別の権力を認められている。軍政委員会は 軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。委員は、軍内の選挙区から選出され、任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで、所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は、州の承認を要する。行政委員会は、 軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出。委員の一人、通常は最も経験のある者が、議長になる。行政委員会は、軍政委員会が決めた法を実行し、税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍はいくらかの民事訴訟を扱うことのできる、小規模裁判所を維持している。判事は4年間任期で選出され、 インディアナ州法廷弁護士協会の会員でなければならない。判事を補助するのがコンスタブルと呼ばれる法執行官であり、やはり4年間任期で選出される。特定の事件における判決に対しては州レベルの巡回裁判所に控訴できる。上記以外に保安官、検視官、監査官、財務官、登記官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。 任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求められ、また、軍の住人でなければならない。ディケーター軍は、アメリカ合衆国会議員インディアナ州第6選挙区に属している。インディアナ州議会上院では、第42選挙区に属しており、会員では、第67選挙区に属している。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。リケーター群は下記9つの群区に分割されている。ありがとうございます。